久保さん。久保さん。今回1億円の出口にしましょうか。1億円の出口。<laughs> あのー、まあ、実際出てみたいっていう <laughs>。いや、僕はですね、あのー、前職で、まあ、億っていうね、あ売り上げを作ってきました。まあ、トータルですけどね。うん。で、いろんなプロモーションに携わって、裏も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 ,裏も表も裏も裏も裏しかねえんじゃないかみたいなね。 <laughs> まあ、いろいろ見てきましたけども。で、今、一人でね、こじんまりやってるんですけど、まあ、実際、その、あの、そうそうそう、こちょ直近で、あの、コンサルしてて、その、ブログをその方やってるんですけど、その、なんだブログを書く上で、その、まあ、最初は、まあ、モデリングですよね。うん。モデリングして、こう、書いていく。まあ、動画も真似ていくとかね。 まあ、真似から入るのは当たり前なんですけど、まあ、だいぶそれが書けるようになったんですよ。型みたいな。まあ、王道の型みたいな。ただ、今度ね、何が問題になってきたかっていうと <laughs>、その <laughs>、あの、自分の言葉を書けないっていうね。結構、の、ブログで稼いでいくんだったら、自分の言葉で書けないって結構、僕は致命傷だと思うんですよね。ずっと続けていく上で。ずっと続けていく上で。ずっとさすがにね、まあ、 まあ、最初はもちろん真似から入って、僕もね、パクったりとか未だにしてますけど、やっぱりその自分の言葉に転換してこう、ちからこう話せる、うちからこう書けないと、結構きついんですよ。で、その書き方とかを、まあ教えたりとかしてたんですけど、まあ僕がそのずっとその文章を、今は動画をこうやってますけど、ずっと文章を書いてきて、まあ今年も、あの、多分まあ初心者の方というか、まあブログ始めようと思ってね、毎日書ける人多分いてないですね。 ちょっと日付回ってますけど、昨日書いた記事は3000文字以上書いてるんで、多分3000文字ぐらい書いたと思うんですけど、多分書けるんですよ。で、何かっていうと、結局その、やってきてるんで、相当。だ僕もうーん、メルマガは10万通以上書きました。これは多分間違いないですね。まあ動画でも <laughs> 1万6000、まあ、2万本ぐらい撮ってますから、まあ多分 <laughs>、 <laughs> メルマガ10万通、十何年やりましたから、10万通以上書いてんじゃないかなっていうところで、まあセールスレターもね、ほんと1000個以上はずっと作ってるだろうし、まあ結局その、うん、やればやるほど、うーん、なんだろうな、基本が身につくってことですね。まあ久保さんも言ってましたけど、その、昔自己アフリエイトセルフバックやったことによって、結局そのポイントサイトにも流用できるっていうその経験がね、うん。 で、何じゃあ僕1億円ぐらいこうね、売り上げも見てきたりとかこうしてきて思って、をあの思うことが、結局1億円出口じゃないですか。で、出口して出たんだけど、結局また基本やってるっていうね。ブログを毎日書くとか、ネットビジネスのめちゃ基本ちゃうみたいな。どうすかね、久保さん。まあ、YouTube ってそもそも、あの、昔なかったじゃないですか。そもそも。 YouTube 新しいんですよね、僕からすると。うん。普通、もう本当にその、ネットでお金を稼ぐっていう原型は、あ、まあ、久保さん今ポイントサイトやってますけど、多分ね、一番最初の原型って結構その、携帯アプリ、携帯のポイント、なんだっけな、ちょっと名前忘れましたけど、携帯でもそのポイントサイトみたいなのあったんですよね。そう。とか、その、まあ、そ、そんな感じだと思うんですよ。うん。 で、あと、ブログアフリエイトですね。当時、ライブドアブログが出てきて、まあ、ホリエさんもね、全面に出て、雑誌も出てたんですけど、ブログでその、稼ぐみたいなね。それが、今までその、ホームページビルダーとかで、HTML タグ打ち、あの、なんだ、タグ打ちしないといけないとか、あと、窓っすよね。これ窓、これフレームとかも、 HTML を打って、こう、こんななんか昔ながらのホームページ作らないとサイトができないっていう時代だったけど、ブログが出てきたことによって、まあ誰でも簡単にブログがサイトみたいなのね、作れるようになったと。でそこで、じゃあどうやってお金を稼いでいくのかっていうブログアフリートが出てきたんですよ。だからもう本当にネットの原型、一番初期ってブログサイトだったわけですよね。まあ、結局そこに戻ってるっていうね。 だから結局、やりきってまた戻って、やりきって戻ってって、この結局ぐるぐる回ってるのかなと思いますね。出口も入り口も一緒みたいな結論はね。うん。やること大したら変わんないですもん、本当に。うーん。でも、うん、多くの人は、この入り口と出口をまず経験してないので、結局、その中間層、入り口入らず、なんか中間層みたいななんか、 入り口に入らないっていうね入り口に入らずここの中間層のものを見ていいなみたいなで中間から入ろうとするんですよ <laughs>、ね、いやいや入り口からしっかり入って出口入り口からちゃんと入らないと出口出れないよみたいなね <laughs> 逆にだ迷路があってちゃんと入り口の最初のスタートから入らないかったら多分出口出れないと思うんですようんてかなんだそもそもその迷路に入れないわけじゃないですかうん ちゃんと、その、王道というか、うん、やれるべきことからスタートしていく。っていうのが大事かなと思いますね。うーん。だって、まあ、久保さんも結局、その、いろいろなアフリエイトやったりとか、いろいろ商品販売して、結局、久保さんも出口で、また入り口のポイントサイトみたいなね <laughs>。一緒じゃないですか、また <laughs>、ね。ほんとそんなもんですよ。うーん、僕思うんですけど。うーん。 まずは、入り口と出口を経験しろってことですね。まあ、その出口っていうのが、別に1億じゃなくてもいいんですけど、なんかある程度物にしていくってことですね。だから久保さんで言うならば、セルフバック、A8 を入り口から入って、最初からやって、まあ、300万ぐらい行ったわけじゃないですか。まあ、もうだいぶ出口行ってますよね。まあ、ほとんどの人300万なんかまあ、自己アフリートで行かないわけですから、やらないし。うん。だからなんか一つのことをしっかりと、例えば、 野球を習うっつって、あのー、野球習うとき何やります多分ランニングとかじゃないですか。前野球関係ねえんじゃねえかみたいな。でもそれが入り口じゃないですか。足腰、足腰をある程度ないと、そもそも踏ん張れないですよねって話で。だから、あのー、僕は卓球やってましたけど、卓球もね、まあ、まあ他の人から見てたらそんなにその、なんか走り込みとか多分ないって思ってる人多いかもしれないですけど、めちゃくちゃ走ってましたからね。 まあ僕日本一の高校いたんで、まあ朝、朝の5時半とかから起き、起床して、まあ3キロ、4キロ走るみたいな。<laughs> いや、マジです、これ普通ですよ。本当に。<laughs> 卓球関係ないですよね。走るとか。うん。でも、その、例えばスポーツで言うならば、スポーツの基本って走るって多分あると思うんですよ。そっからじゃないですか。だけど、足腰も弱いのに、いきなりその、なんだ、 バッと買っちゃうみたいな。さすがにね、それ、それだと無理だと思うんですよね。だからやっぱ基本から、あと空手とか習ってもカタかカらじゃないですか、こうやって。ね。あとそう、あ、柔道とか、そう、柔道のた、確かね、資格検定とかも、最初、こう、バンみたいな。受け身の、受け身なんですよね。受け身。受け身綺麗にできるかっていう。多分ね、中学校の時柔道やったような気がする。最初習ったの受け身ですよ。そう、受け身。 <laughs> え受け身って何すかみたいな全く受け身ってもう負ける前提の受け身じゃないですかもう技かけられた後の要は何で受け身ができないとダメかっていうと技かけられた時にしっかり受け身できないとその力あのパワーを半減できないだからあの怪我してしまうっていうところでしょうね多分受け身から練習するのってそうじゃないですか多分まあ僕柔道詳しくないんで分かんないですけども受け身から練習するはずですうん で、資格も確か受け身、はい、一番初期は入ってたと思います。うん。だからまあ、しっかり本当に基本をやり込んで、ちゃんとした入り口からちゃんとやって、ちゃんと出口に行くっていうのが一番いいと思います。ループはないです。ループとか抜け道とか、まあそういうのはないですね。申し訳ないですけど。なぜならば人間だからです。人間だもの、みたいなね。<laughs> 人間はループ、あの、ワープできないですようん。 だ最初は足し算しかできないんで、最初足し算して、足し算ができるようになったら掛け算ができるようになりますけど、いきなり掛け算とかできないんで、うん、最初はまあ足し算の積み上げでしかないですね。いってらっしゃい。